独占。幸せになれた、羽生結弦るが、北京五輪から得たもの。4アクセルは、絶対に人前で降りたい。メダルには届かなかった、北京五輪から4ヶ月。フィギュアスケート、羽生結弦るの、今の思いとは、3年ぶりに開催されたアイスショー、ファンタジー・オン・アイスで、北京五輪以来の演技を披露する、羽生に話を伺った。画像、ファンタジー・オン・アイスで見せた、新境地。 3年ぶり、ファンタジー・オン・アイス。ファンタジー・オン・アイス3年ぶりですけど、どんな思いを込めて演技をされていますか表現したいこととか、こだわり抜いていることとか、そういったものが言葉みたいな形で伝わらなくてもいいので、演技の中の、こういうシーンがあったなとか、ここ好きだったなって思ってもらえるような演技を作りたいなって、常に思っています。 今まで120%だったのが、さらに150%ぐらいの力を振り絞りながらやらせていただいています。幸せになれた北京五輪から得たもの。2月に行われた北京五輪。3連覇への覚悟を4回転アクセルに宿した羽生だったが、惜しくも転倒となり、4位。それでも史上初の4回転アクセル認定となった。あれから4ヶ月の月日が流れ、今思うこととは、 皆さんの見る目が変わってよかったと、正直思います。ソチ五輪と、平昌五輪との2連覇をしていて、なんかすごく完璧な人間みたいなイメージが強くあった。平昌五輪の最名のイメージが強いのであれば、北京五輪の羽生譲るは、全然違う人物だったという気がしています。羽生譲れでも、こういうことあるんだとか、夢に向かって努力してきた痕跡が見える中で、結局、夢叶えられなかった。 そういう泥臭さみたいなものを感じたからこそ応援してくれる人もいるんですよね。それが僕は嬉しかったと思っています。その点において僕は北京五輪に出てよかったと思いますし幸せになれたなって思っています。4A の今絶対に人前で降りたい。北京で痛めた右足の状態はまだ万全ではない中、羽生はファンタジーオンアイスの幕張公演と 名古屋公演で譲れぬ夢への思いを演技に込めた。4回転半というジャンプに向けて絶対に夢を手に入れるんだという自分の決意表明じゃないですけど、もう一度夢をつかみに行く。そんな決意を込め、羽生は幕張公演と名古屋公演でアクセルジャンプだけを組み込んだ演技を披露した。気持ちが揺れ動いているように見えているんですけど。 芯の中には4回転アクセルに向けての強い信念があって、その軸は絶対にブレないみたいなものを表現しようと思っています。北京五輪後の記者会見の時に僕の4回転半はこれで満足ですと言っていたんですけど、ダンスを独学で学んだりとか、いろんなことをして視点が変わっていく中で、まだ4回転半いろいろ工夫できるなとちょっと思っているんですよね。 やっぱり北京五輪で駐車を打ちながらだったからこそ火事場の馬鹿力みたいなものが恐怖感のないアクセルを飛べたという状況の中で学べたことがかなりあるんですね。その学べたことをもっと使っていきたいなと思いますし、やっぱり4回転半に向けては日々挑戦していきたいという気持ちは強くあります。絶対に降りたいと思っていますね。皆さんが見ている前で降りたいという気持ちが強くあります。 僕はアスリート究極のスケート像。夢に向かって再び前を向く羽生に対し、こんな質問をぶつけた。羽生選手が追い求める究極のスケートとは、芸術性は大事だと思うんですよ。やっぱり僕は音楽に乗せて滑ることがとても好きですし。 僕は僕にしかできないステップだったり、スピンだったりを追い求めていきますし、ジャンプという点に関しても、もっともっと練習して、今の羽生譲るが一番うまいなって、技術的にも、今が一番うまいなと思ってもらえるように、常に努力し続けたいと思います。僕はアスリートなので、やっぱりフィギュアスケートは芸術性も大事かもしれないですけど、 間違いなくスポーツではあるので、そのスポーツである緊張感とかも、アイスショーでも、羽生結弦るのフィギュアスケートから、常に感じてもらいたいと思います。フィギュアスケートとは、ここまでいろいろ話されてきて、改めて質問したいなと思ったのが、羽生選手にとって、フィギュアスケートとはというのを問われたら、なんて答えますかなんか軽々しく人生って言いたくないっていうひねくれた自分がいて、 軽々しく生活の一部とかっていうのも言いたくない自分がいて正直難しいんですけどただ地震が起きた際とか北京オリンピック終わって仙台に帰って3月に大きな地震とかがあったりしたんですけどその時に一番最初に守るべきだなって思ったのはやっぱりスケート靴ですね自分が危ないって思ったとしてもやっぱりスケート靴 っていう感じで、すぐ取りに行きたくなったりとか、守んなきゃって思ったりとか、なんか靴が安全だった時に涙が出そうになるとか、やっぱりそういう存在ではあるのかなって思いますね。新境地のプログラム披露。アスリートとしての覚悟を胸に挑んだファンタジーオンアイス神戸公演で、羽生は今回のために新たなプログラムを用意。シンガーソングライター、宮川大成のレゾンのリズムに合わせて表情を待った。 さらに体全体を使ったこれまでとは一味違う新境地の振り付けを取り入れるなど全身全霊の滑りで詰めかけたファンを魅了したフィギュアスケーター羽生結弦。彼の挑戦はこれからも続く